ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、私たちに与えられた時間って本当に短いって思わない？なんだ急に。どうしたんだ？いやさ、私、好きなことをたくさんやりたいなって思ってるんだけど、一日はたった24時間しかないじゃない？それだけの時間じゃ、ちょこっとゲームして映画数本見たらすぐに終わっちゃうじゃない？それに加えて、食事や睡眠に時間を取られるなんてムカムカするわ。なるほどな。そう考えると短く感じるかもな。でしょでしょ。だからさ、私寝ないことにしたの。寝なければ好きなことに使える時間も少しは増えるし、お得だと思わない？いや、全く寝ないのはダメだろ。楽しめるものも楽しめなくなるし、寿命縮まるぜ。だってさ、しょうがないな。じゃあそんな霊夢のために、睡眠にまつわる怖い話をしてやるぜ。その名も、ロシア睡眠実験、だ。1940年代に行われたそうだぜ。ロシア睡眠実験、初めて聞くわね。そうか。だが、この話を聞いたら、きっと霊夢も睡眠に対する考え方が変わると思うぜ。本当に、じゃあ聞かせてもらおうじゃないの。私の考えは揺るがないだろうけど。よし、わかった。ということで今回は、ロシア睡眠実験について解説していくぜ。まずはじめに、この実験が行われた1940年代の背景を簡単に説明するぜ。この当時は戦争が行われていてな、いろんな国が、兵士をできる限り長く戦わせるためにあれこれと工夫を凝らしていたんだ。その中で、覚醒剤の一種であるメタンフェタミン、ってやつを兵士に配り、兵士の疲労を吹っ飛ばしてもらうという方法があったらしい。そして、当時のロシアは、睡眠を妨害し続け、理論上眠らずに行動を可能にする薬を開発したそうだぜ。それから、ロシアの研究グループは、その薬の効果を試すための実験を行ったんだ。それがロシア睡眠実験ってわけね。ということは、この当時から睡眠は邪魔なものだって考えがあったのね。そうらしいな。そして、実験の対象者、モトイ・モルモットとして選ばれたのは、当時ロシアに収容されていた5人の男性囚人だ。ロシアの研究グループは、この5人に30日分の食料をそれぞれ持たせ、開発した薬のガスが満ちている大きな部屋に入るよう指示した。そこで30日間耐えられたなら解放してやると言ったぜ。まあ嘘なんだけどな。その部屋には、人間が生活する上で必要なものが揃っていたし、生きることは可能だった。彼らは解放された未来の自分を想像し、危機として入室したんだ。嘘とも知らずに。なんかかわいそうね。そして、研究グループに監視カメラで観察される中、彼らは生活を開始したぜ。実験開始から最初の3日間は、特に変わりはなかった。彼らは互いに談笑をしたり自分の楽しい思い出を伝え合ったりして、不自由なく過ごしていたんだ。なるほど、やっぱり寝なくても大丈夫ってことがわかるわ。まだそう判断するのは早いぜ。実験開始から4日目、彼らの話の内容は次第にネガティブなものに変化していった。嫌な思い出やトラウマなんかを語るようになったんだ。5日目になると、彼らは会話をピタリとやめてしまい、壁や虚空に向かって会話を始めるようになったぜ。それって、ついに狂い始めたことがわかるな。また、10日目になると、監視カメラには、叫びながら部屋中を走り回る2人の男性が映し出された。その叫び声はかなりでかかったそうだぜ。だが、残りの3人は動じることなくその様子を静観していた。のみならず、娯楽として提供された本に自身のあれを塗りまくるという機構に及んだぜ。あれって、想像に任せるぜ。積極的に言える言葉ではないからな。そんな異常が見られたが、次の日から静寂が訪れたぜ。さらに、室内に設置されたビデオカメラには何も映らず、5人の声さえも聞こえなくなったんだ。まさか、死んじゃったの？いや、室内には常に酸素が送り込まれているし、その酸素はちゃんと消費されていたから、確実に生きているぜ。また、室内からは落ち着いた彼らの声が聞こえてきた。もう解放されたくない。ガスをくれ、という声がな。最初は解放されることを楽しみにしてたのに。そして、実験開始から15日目、研究グループは実験を中止し彼らを解放することを決定したぜ。研究グループが5人がいる部屋に突入すると、そこには異常な光景が広がっていた。まず、部屋の中は水道水と彼らの血液でびしょ濡れになっていたんだ。さらに、謎の内臓や肉片が床にゴロゴロ転がっていて、その一部は排水口に詰まっていたそうだぜ。研究員たちは、床のそれらは彼らの体を構成していたものと分かった。なぜなら、彼らの体からは多くの内臓や肉が欠落していたからだぜ。室内にいた2人はすでに死亡していたが、3人は生きていた。この3人は、体に残った剥き出しの心臓を動かしながら、無心で自身の皮膚を引きちぎり続けていたとのことだ。感覚が完全にバグってるわね。それに加え、彼らの顔面の肉も削ぎ落とされていた。そんなグロテスクな見た目から、彼らが本当に人間なのか疑ってしまうほどだったそうだ。ちなみに、彼らには刃物は持たせていなかったんだ。
だから、自分の力で体を引き裂き、肉をえぐって内臓を取り出したと考えられるぜ。なお、彼らに持たせた食料はほとんど消費されていなかった。つまり、彼らはこれまで、自分や誰かの内臓と肉を食って生存してたんだろうな。マリサ、えぐすぎて吐き気がしてきたわ。もうちょっと穏やかに説明してちょうだい。お、すまんすまん。それから、恐怖におののいた研究グループは、ロシアの兵士を呼び、彼らを連れ出すよう指示したんだ。だが、彼らは激しく抵抗し、ロシアの兵士との乱闘に発展した。その乱闘によって5人の兵士が死亡し、乱闘に巻き込まれた研究員は片腕を骨折してしまったぜ。超凶暴になってるわね。ちなみに、彼らを沈めるために、一人の研究員が彼らに鎮静剤を注入したそうだ。だが、その効果は全くなかったらしい。だから、3人を強引に拘束し、外に連れ出したそうだぜ。それから、控えていた医者と看護師によって、連れ出した3人を治療するための手術が行われたぜ。でも、暴れてるんじゃ？いや、この時の3人は抵抗していた時とは打って変わり、実に静かに医者の言うことを聞いていたそうだ。また、そのうちの1人は麻酔を打たれた途端死亡してしまったため、残りの2人は、麻酔を打たずに手術を行うことにした。ところが、メスで切られているにもかかわらず、2人はニヤニヤと笑い続けていたんだ。さらに、一人は看護師に渡された紙にペンで、もっと俺をメスで切ってくれ、と書き、もう一人は、ガスをくれ。起きていなければならない、と言ったらしいぜ。その後、ロシアのあるお偉いさんが、手術を終えた二人に再度ガスを与えてみるとどうなるのかという疑問を抱き、その疑問を解消するために二人を部屋に戻したぜ。すると、二人は陽気に話を始めたが、そのうち一人は急死し、もう一人は自分でまともに身動きが取れない廃人のようになってしまった。その後、突然ある研究員が狂ってしまい、生き残った一人を始末するべく銃口を向け、お前は何者なんだ？と質問したんだ。なんて答えたの？私はお前たちだ。お前たちの心の中に潜む狂気だ。いつだって自由になれるその時を待ち望んでいる。毎晩お前たちに忍び寄り、お前たちを黙らせ身動きを封じるものだ。って返答があったぜ。うわ、この言葉を聞いた研究員は恐怖を覚え、その男性の命を銃で奪った。これがロシア睡眠実験の結末だぜ。実は、この話は都市伝説として広まった作り話なんだ。この話はな、海外の都市伝説や創作を集めたサイト、クリーピーパスタに投稿された物語で、いつしかこの話は大勢のネットユーザーに認知され、今に至るというわけだぜ。そっか、ただの都市伝説なのね。本当の話だったら怖すぎて震えっぱなしだったわ。そうだよな。それに加えて、ロシアが睡眠を阻害する薬を作ったことや、この実験を行った根拠は今のところ見つかっていないし、作り話と考えて問題はないだろうな。まあ、この話は作り話にしてはところどころリアルな部分があるし、ロシア睡眠実験の話は、本当に行われた実験をベースに考案されたのかもしれないな。そんなわけで、今回はロシア睡眠実験について解説したぜ。霊夢、これで睡眠の大切さが分かったか。さすがにこの実験のようにはならないだろうが、寝ない時が狂って正常な判断ができなくなったり、頭が回らなくなって何も楽しめなくなるぜ。寝ない日が続くと、そのうち発狂してその辺を走り回るようになるかもな。ちょっと、怖いこと言わないでよ。でもそうね、今回の話は結構怖かったし、もっと睡眠を大事にするわ。たまには夜更かしするだろうけど、まったくお前は。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。